ケパー・アリサバラガ・レブ・エルタは、スペイン・バスク州・ビスカヤ県、オンダロア出身のサッカー選手、チェルシー FC 所属。スペイン代表、ポジションはゴールキーパー。1994年に、バスク州・ビスカヤ県オンダロアに生まれ、10歳だった2004年に、アスレティック・ビルバ王の下部組織であるイレ様に入った。2011年には、サードチームである CD ・バスコニアに昇格して、 テルセーラ・ディビシオンでシニアデビューした。2012年5月5日には、ヘタフェ CF 戦のためにプリメーラ・ディビシオンのトップチームに招集されたが、サンバ・メスで行われたこの試合での出場機会はなかった。2012から13シーズン開幕前のプレシーズンには、7月23日のマラが CF 戦でトップチームに招集された。 2013年1月には、セカンドチームである、ビルバオアスレティックのジョン・アンデル・セランテスが負傷したため、CD ・バスコニアから、ビルバオアスレティックに昇格した。2013年2月16日の UD ・ログロニエス、戦で、セーグンダ・ディビション B にデビューし、1から0で、クリーンシートを飾った。3月3日の s ィア・モレビエタ戦では、試合終盤に、 チームメイトのヨンガルシアエレイドと一緒に退場処分を受けた。4月には、死骨結合炎を発症し、ピッチに戻ったのは9月になってからだった。2013から14シーズンには、ビルバオアスレティックで定期的に出場したが、2014年1月には右手、第一、中足骨を骨折し、約1ヶ月間欠場した。3月11日には、 ミゲル・アンヘルモジャオ負傷で各ヘタフェ CF から、レンタル遺跡でのオファーが来たが、アスレティックビルバオはオファーを拒否した。2015年1月5日、2014から15、シーズン終了までの契約で、セグンダ・ディビシオンの SD、ポンフェラディーナにレンタル遺跡した。1月11日のラシン・サンタンデール戦でデビューした。2015年7月20日、2015から16、 シーズンの契約で、セグンダ・ディビシオンのレアル・バリアドリードにレンタル移籍した。8月22日のコルドバ c F 戦で公式戦デビューした。リーグ戦では39試合に出場し、欠場したのは3試合のみだった。レアル・バリアドリードは16位となった。2015から16シーズン終了後にはアスレティック・ビルバオに戻り、2016から17。 シーズン開幕当初は、ゴルカ・イライソスと、イアゴ・エレリンに次ぐ3番手のキーパーとみなされていた。2016年9月11日のデポルティー・ボラ、コルーニャ戦でデビューし、1から0でクリーンシートに抑えた。2018年8月8日、イングランド・プレミアリーグのチェルシー・ FC への移籍が発表され、2025年までの契約。 リーグ開幕戦となった8月11日のハダースフィールド戦でリーグデビュー並びに先発フル出場を飾り無失点に抑えた。最終的にリーグ戦36試合に出場しチェルシーの3位フィニッシュに貢献した。リーグカップ決勝のマンチェスターシティ戦では終了間際に足をつり PK 戦を想定してウィリー・カバジェロと交代させようとしたサンリ監督に対して 交代拒否を行った。少しの問答があったが結局交代せず、PK 戦に臨み、一人目のキッカーとなったセルフィオ・アグエロのシュートに触ったものの後逸した。三人目のレロイ・サネはストップしたが、最終的にチームは敗れ、自戦となったリーグ28節取ってナム戦ではベンチに座った。UEFA ヨーロッパリーグ準決勝フランクフルト戦では、 PK 戦で4人目のキッカーを務めたヒンターエーカーのシュートを動かずにストップする見せ場を作り、5人目のパシエンシアも尻溶けてチームを決勝に導いた。決勝アーセナル戦でもゴールマウスを守り移籍後初のタイトルを獲得した。2019から20シーズンも第一次 k を務めたが、セーブ率はリーグのレギュラー GK の中で最下位を独走するなど、調子が上がらず、 シーズン途中からはベンチに座る試合も増えた。最終的にリーグ戦33試合に出場したが、セーブ率54.3%はリーグに0試合以上、出場した GK23 人中最下位であり、控えのカバジェロを下回った。また、37節終了時点で、プレミアリーグを戦った、チェルシーの GK としての最多失点記録まで、あと二点に迫っていたが、 最終節ではカバジェロが出場したためこの不名誉を免れた。シーズン終了後、遺跡や大役 GK 獲得の報道が加熱した。2020-21シーズンは開幕スタメンを務め、最先スタートを切ったかに見えたが、第2節リバプール戦で自身のパスミスから失点しチームは敗北。事前からはカバジェロが起用され、さらには新生 GK 候補であるエドアール・メンディノ、 加入により、出場機会が激減した。結果この年の出場は、先発6試合、途中出場1試合の合計7試合の出場に、止まった。2021年8月12日に行われた UEFA スーパーカップでは、昨季の L 王者ビジャレアルと対戦。ベンチからのスタートだったが、PK 戦を前に119分で、メンディと交代し途中出場。結果は、 相手の PK を日本ストップし、優勝に大きく貢献した。2012年には U-18 スペイン代表デビューした後、UEFAU-19 欧州選手権2012に出場する U-19 スペイン代表に選ばれた。アリサバラガは大会の全試合に先発出場し、U-19 スペイン代表はヨーロッパチャンピオンとなった。 準決勝の U-19 フランス代表戦では、PK 戦で2本の PK をセーブする活躍を、見せている。四骨結合炎のために 2013FIFAU-20 ワールドカップの出場を逃し、アリシャバラガの代役としては、ルベン・ジャニエスが出場している。2013年11月には、U-21 スペイン代表に初招集された。2017年3月22日、 負傷したホセマヌエル・レーナの代わりに2018、W 杯、欧州予選のイスラエル代表戦と親善試合のフランス代表戦に向けたメンバーに追加招集。2017年11月11日に行われたコスタリカ戦で先発フル出場し、スペイン代表デビューを果たした。キック精度の高さを特徴とする現代的なタイプの GK と言われる。特に、 ミドルパスの精度が非常に高く、相手の守備陣形が整っている状況でも、サイドバックへのパスで打開することができる。さらにケッパの場合はこれを、利き足の右だけでなく、左足でも遜色なく行うことができるのが大きな特徴であり、後方からのビルドアップを主体とするマウリツヨサリ、監督の戦術を体現するのに、うってつけの存在となっていた。シュートストップに関しては、 基本に忠実かつ堅実なスタイルと評価する指揮者もいるが問題があると評する指揮者が大半であり、前述の通り2019から20シーズンにプレミアリーグで最低のセーブ率を記録するなどスタッツにも如実に現れている。特に多くの指揮者から指摘されているのがプレジャンプ時に腕を後ろに大きく振りかぶってしまう悪癖で特に中長距離のシュートに対する予備動作として 現れる。これにより若干の反応の遅れが生じ、急速のあるシュートを防ぐことが難しくなっていると推測されている。またポジショニングについても、堅実なプレーを先行するためか低い位置にポジショニングする傾向があり、これにより相手 FW の裏抜けへ素早く対応したり、シュートコースを限定することができていないと評される。またニアサイドを開けがちとの指摘もある。 ありがとうございます。